これから第3ゲームはまたダブルスに戻ります。ダブルスは15点選手です。もうチームシックスセンスが、2ゲームを取って優勝に王手をかけています。この試合は藤井瑞希さんの解説でお送りしています。キャプテンとしてはね、できれば1勝1敗、シングルスとダブルス、ダブルスとシングルス2つ試合を取ってますので、このゲーム3第3試合で、シックスセンスが勝てばチームの優勝は決まります。ダブルスは15ポイント続くまで、15ポイントどちらか取るまで続きます。最初のダブルス第1ゲームは14オールから試合が決着という大激戦になりました。さあ今度はチームシックスセンスのサーブですが、東野小原ペアから始まります。そして手前の赤いユニフォーム、チーム感謝は佐藤選手と橋村選手のペアで始まります。女子4人が今コートに立っている状況です。まずいきなりのラリーになって、最初のポイントは感謝チームはリードしていかないと、結構プレッシャーかかってくるじゃないですか、はいはい、やっぱここで勝たなきゃっていう、どうしてもミスにつながりやすいので、はい、リードしていきたいですよね。埼玉栄中学の女子選手が2人チームを分けて今向かい合っているわけですが、橋村選手にしても小原選手にしても、その、中学団体戦がありますのでダブルスもやってるんですよね。そうですね、なので非常にこの立ち上がりを見るとダブルスらしい、ラリーの応酬になっていて、その中にこの佐藤選手、シングルスプレーヤーですがパワフルなショットを持っています。この佐藤選手に打たせる作戦、手前ネットにかかりました。ポイントはこれ女子のダブルスらしいような感じの立ち上がりになってますね。そうですね、少しゆっくりした展開の中で攻撃できるところでしていくっていう感じですよね、はい、そしてこのショットがまたネットにかかった、広げています。空いたコートをバック返しました。あのレシーブうまいですよ。4-1とシックスセンスリードしたところで、手前側赤のユニフォーム桃田健人選手率いるチーム感謝は、そのキャプテン桃田選手と優奈選手のペアが出てきました。今度は男子ペア対女子ペアの顔合わせ、ダブルスは15ポイント取るまでの試合です。シックスセンスリード、2人の間へ前衛、桃田選手のサーブ。桃田選手もどうでしょう、社会人でリーグ戦でダブルスっていうのは経験してましたっけ。そうですね、何回か見たことある気がします、ね、ありますよね、はい、今はシングルスでは絶対出さないようなサーブを出しました。ハンド奥へ、カブラが打つ、桃田へ前に出ていった。野口選手いいですね、シングルスの時から、はい、空いたコートクロス、野口選手がここもいい形でスマッシュを決めています。ここは前のよかった、このショットしかしアウト。ここはネットにかかりました。ここは決められました、ポイントはシックスセンス9-6でリード。前詰めてくる野口、後ろのカムラへ、ホキ前に落とす、拾った、これもカムラが拾った、叩きつけた、大きい、ちょっと当たりどころがあるかと、真下に
めっちゃ先端の方気持ちが入りました。落とす、後ろカバーしたのは亀、打ったホキ、野口この球はまだしっかり見たいですね。折り前クロスが来た、オフリー取った、後ろのカムラ、ホキが打つ、カムラが後ろで捉えました。第3ゲームはあと4ポイントに迫っています。続けてホキの方に打つ、ここもホキ、大堀が上げます。全部後ろへ返してます。これも後ろへ返す、シングルスプレーヤーの常山選手を消耗させようという作戦でしょうか。打ってくる、返します。前の山口、ここでようやく手を出した、これをどこへ打つ、山口選手返す。山口選手はリーグ戦で時々ダブルス出てきますよね。そうですね。ここはここも大堀、ちょっと常山選手を消耗させてますかね。そうですね。で、選手はやっぱりパワーがちょっと落ちるので、そこでホキ選手一人だけこの4人の中だとパワーがあって、一発で決める力がありますよね。前、これも拾った、帰ってきた。しかしもう9イレブンまで大きい大堀ペアが追い上げます。10イレブンまで追い上げました。10イレブンまで追い上げて1ポイント、フライトのポイントもお互いが消費してきています。山口茜選手が後ろから打つ展開、大きいがゆっくり上げる、これはその山口選手に打たせようという作戦。前に出てきました、今度は常山、後ろ、後ろからの佐藤選手と橋村選手のペアが出てきました。大きく上げましたが、ここはネット際でした。これがフライトです。だいぶ残り少なくなってきています。またしかしこの、ダブルスは激戦になってきた。前の佐藤、詰めた、橋村選手のサーブ、これずいぶん長く向こう側の常山山口ペアが立っている形になって、ここも前に落とした、佐藤が打ち込む、前、お、返ってきた、クロス、男子の常山、常山下がった、前に落とす、そしてこの橋村、はい、さあこれで2ポイントリード、チーム感謝、これが3ポイントリードになった。